はい、今回もですね、まあ、誰やねんに近いのかな、まあ、サッカー通にしかわからんな、まあ、俺もあんま詳しく、そこまで知らないですね。福田。福田じゃないか、福田か。福田明人って意味や。漢字は多分普通に福田って書くと思うんですけど、読み方が福田じゃないやな、福田なんやな。福田にせえへん、ややこしいし。まあ、どっちかっていうとね、まあ、スタメンででも出てると思いますね、サガン鳥栖で。攻守にハードワークできる。でも、この時にサガン鳥栖ってことはずっとサガン鳥栖なのかな？何歳？ああ、もうアラサーか。ね、身長低いよね、170センチか。私はそんな大柄な感じはしなかったけど。まあ、攻守にハードワークして、で、結構そこそこ足元もあんのかな？なんかそういうイメージだね。まあ、縁の下の力持ち。そんな感じがするね。まあ、以前もね、サガン鳥栖のカードよく紹介しましたけど、なんかこういう選手が多いよね、ハードワークする選手。目立たへんけどね。出ないと多分 J1 に残留できないんでしょうね。なんかもういわゆる王様はいないっていう。全員がチームのためにもうひたすら走るっていうね。まあまあ、そういち、まあそうね、そうなるよね、基本的に残留しようと思ったらね。まあでも、そのやり方はね、長くは続かないですよ、結局ね。ハードワークは大事なんですけど、ハードワークプラスアルファでね、何か変化が必要なんですけど、まあ、森保に伝えたいよね。変化って必要だよって。あいつね、同じことずっとやってるだけなんですよ。いや、本当に。まあ、言ってみたら森保がやりたいサッカーで、このサガン鳥栖みたいなサッカーじゃない？全員がハードワークして走りまくるっていうね。嘘でしょっていう。まあ、昨日ね、昨日というか、いつね、これ配信するかわかんないですけど、この動画。カナダ戦はね、惨敗でしたしね。完敗かな。 でもさ、もう改めて思うけど、やっぱもう世界と戦うためにはフィジカル必要よね。やっぱ久保とか相馬とか南野とかさ、もうち、堂安もさ、ちっこいのも役立たんよ、マジで。マジで役立たん。これ本当に改めてそう思った。本当にそう思うわ。だからね、福田君も頑張ってるんでしょうけど、ちょっと A 代表はさすがにないかなと思いますんで、サガン鳥栖でね、頑張ってくれ。